と光どっちが好きや？ジーク、なんだよいきなり。好きも何も二人で一人なんだから分けて考えたことなんてないよ。ほんまか？性格全然ちゃうと思うねんけどな。光は結構きついやろ。反対にホムラはおとなしいっちゅうか押しが弱いっちゅうか。はたから見ればね、ホムラ、ああ見えて結構芯は強いよ。負けず嫌いだし。ドライバーのボンにはわかるってか。はあ、そないなもんかの。ねえ、なんや。ジークってルクスリアの王子様なんだろう。なんで法王朝にいたの？なんでって言われてもな。ただ家を追い出されただけやで。アホ、お前何言うてんねん。ちゅうかいつの間にそこに。どっちが好きやのあたりから。どっちが好きや、やったら最初からやないかい。王子な、感動されたんよ王様に。勉強もせんと国を出て遊びほうけてばかりやったからな。当然やわ。ああ遊んでたんとちゃう。社会勉強や、諸国漫遊や。諸国漫遊って遊んでるやん。アホ、ちゅうかお前何自分のドライバーディスってんねん。面白いねジークたちは。ええコンビやろ。うん。でも厳しいんだねジークの親父さん。ルクスリアはな、鎖国してるんよ。許可なく外の世界に出るのはご法度。もうずーっと昔からそんなんやわ。ふーん。せやけどこの性格やろ、何遍も勝手に外行って、ほんで大目玉食ろうって感動やわ。あれ15の時やったよね。ああそんくらいやな。ほんで行き倒れてるとこ法王様に拾うてもろたんや。特使とかあれ嘘やで。なるほど、それで法王朝に。思いっきり納得。でもさ、そのジークが国に戻って平気なの？今回は法王朝の大義名分があるからな。多分いけるやろ。それにな、ん？ルクスリアは外の世界を知らんすぎる。今のままやとあかんのや。殿下、ご指定の座標に到達しました。ご準備を。おう、サイカー。任せとき。何？ええから黙ってみとき。ビビんなよ。陛下、玄武が浮上を始めました。分かっておる、災禍だ。では殿下が。伝え聞くところによれば、アーケディアで天の聖杯と接触を持ったと。500年の時を経て動き始めるつもりか。ほう、マルベーニ。陛下、安寧なる日々守らねばならん。それがたとえ御水の夢であってもな。亀吉だね。玄武っちゅう名前や。インビディアと同じ河川型のアルスでな、普段は雲海の中に潜っとるんや。まだ初秋やけど、ルクスリアは冷えるさかい
風邪ひかんようにな。私寒いの苦手なんだよね。多少の暖なら取れるから近くにいても構わないわよ。私も。そういうとこ便利だよね、あんたたち。特技ですからね。まあね。カメちゃんはそんな格好で寒くないの？ワイは鍛えとるからな、大丈夫や。なんとかは風邪ひかへんって言うやろ。は、納得。納得すんな、ちゅうか歯も女。報告を聞いてくれ。さて、どうだった？こんな感じだな。お疲れ様。努力の賜物だな。本当の力を思い出したようだ。私も成長してるんだ。少しは成長できたかしら。もっと成長できるみたい。俺に任せときな。しっかりとリーダーを支えよう。入るぜ。しっかりとリーダーを支えよう。行ってきます。無事に帰ってこれるよう祈っててね。頑張ってくるね。俺に任せときな。
俺に任せときな。無事に帰ってこれるよう祈っててね。しっかりとリーダーを支えよう。世に命令はさせん。楽しい楽しい遠足だね。安心して、喋ってばかりじゃなくて、今日から俺たちは手も動かすから。チームブレイブプロミネンスだ。みんな、俺に続け。諸君の健闘に期待する。何が出るかなっと。ニア、ちょっと歩きにくい。いいじゃん、減るもんじゃなし。ホブラにこうしてるとあったかいんだよね。遠赤外線効果というやつじゃな。詳しいな、じちゃん。私、ストーブじゃないんですけど。お嬢様、暖でしたら私の上で取られたらいかがでしょう。ホムラ様もお困りのようですし。やだ、白子の背中、寒さで毛が硬くなってゴワゴワしてるんだもん。そんな。気のせいかな、エーテルラインの光が弱いような。エーテルラインって何ですかも。ほら、あれ、アルスの体に走っている光の線のことだよ。あの光はアルスの体を流れるエーテルの光なのです。人間で言えば血液の流れみたいなものですね。よう気ぃついたな。玄武はな、他よりもエーテルの血流が弱いアルスなんや。気温が低いんも作物が育ちにくいんもそれが原因や言われとる。冷え性みたいなもんかな。まあ、そんなとこやな。よっと。何が出るかなっと。こう見えてアグリカルチャーは得意分野ですもん。意外と詳しいんですから。冒険でも君の役に立つよ。
どれどれ。よっと。たっ。うふー。たっ。世界にはいろんな場所があるもん。いいとこ発見ですもん。いただき。何が出るかなっと。私の知識によると、何が出るかなと。草花は心を癒してくれますね。だ。だ。何が出るかなと。さあ、私に気づきなさい。たっだ。いただき。よっと。たっ。よっと。よっと。やってやる。しっかり頼むようですね。ローリングスマッシュ。アンカーショット。花全開。パワー全開ですもん。ナイスモン。ガッツヘイスト。いいね。レックス。やれるわ。目に見えてくれ。見せてあげる。いいね。見えてきた。いいじゃん。そう。俺も同じ気持ち。敵の属性が完全に変化したよ。どうだ。見たい。アンカーショット。花。ああ。敵の見せてあげる。俺たちだ。調子が抜けたね。いいね。ラッ
守りとします。転がれないレクス、やれるわ。オッケー、トラに任せてほしいもん。コンスターレクス、これでも食らえる。ダブルスピンへ、アンカーショット。今です、いいじゃん。ローリングスマッシュ、もうええ日だ。あれが風に変化したようじゃの。崩れろ。転がれ、センタレーション。いいね、ダブルスピンへ、いけー。ほら、戻るぞ。オッケー。わしが500歳若ければの。黙って見てたって。パワー全開です。握ったわ。ナイス。サンキュー。レクス、やれるわ。ローリングスマッシュ。なかなかいいじゃない。心強いね。アンカーショット。そうだ、モフモフなサポートだ。そんなチャンスよ、私に任せなさい。いいね、コンセントレーション。ダブルスピンエッジ。このまま私のパークに逃げるよ。走って、モフはっ、モモマ。いいね、俺たちの力を見せてやろう。私はいつでも OK だよ。ダメージ、任せてください。ローリングですよ。全力でやるよ、光。集中して、でかっこいいとこ見せる。セイクリッドアロー、花のシリーズ見せてやるんですか。すごいもん。何が出るかなと森に入れた心が落ち着きます。よーし、取りますえ。夜更かしはやめましょうね。俺たちの力見せてやろう。気を抜かずに行くよ。ローリングスマッシュ。アンカーショット、やれるわ。あ、受け止める。ありがとう。いいじゃん。ダブルスピンエッジ、決めてくれ。いけるも。オッケー、俺たちの力見せてやろう。私はいつでも OK だ。ほら、モモだって。いけたも。怖くない。いや、敵の覚醒が見せてやろう。変化したようじゃの。すべて予測の差。ダブルスピンエッジ、崩れろ。実に当てるわ。私に気づきなさい。もっと役に立つことができるかな。ボールは友達です。
どれどれ。ねえサイカ、ついていくのって大変でしょう。せやねん、うちのとこの王子のアルスと運の悪さランキングがあったら間違いなくダントツトップ取ると思うで。確かに私が見てきた限りでも崖から落ちたり雲海に落ちていったこともありましたよね。まだまだ、港を歩いてたらアルス船にかぶりつかれたり尻尾で払われたこともあるし、急に吹雪いてきたから遭難した先で100体のイグーナに囲まれ、数え出したらキリがない。それはまた何と言いますか、サイカさんも今までよく無事で生きてこられましたね。本当お疲れ様。いえ、家具土、しかしそれだけに付き合わされる方の身にも、そういうところも含めて好きなんでしょ。はあ、なんでここで好き嫌いの。なるほど、嫌よ嫌よ。そうそう、いわゆるアホか、誰がツンデレやねん。サイカ照れなくていいわよ。ブレイド同士、あなたの王子。ええ、このことは他言無用、私たちだけど。何言うとんのや、もう照れてる顔。そうですね。ああ、そこ、これも全部あの服。見つけた、やりましたね。何が出るかなと。森にいると心が落ち着きます。君のことはよう知っておりますえ。ただいまっと。みんな帰ってきたみたいだもん。どうだ、俺に任せて正解だっただろ。報告を聞かなきゃね。素晴らしい技よ。何が出るかなと。森にいると心が落ち着きます。君のことはよう知っておりますえ。どれどれ。私の知識によると、何が出るかなと。森にいると心が落ち着きます。君のことはよう知っておりますえ。何が出るかなと。わしが500歳若ければの。ご主人、受け止める鼻に気をつけて伏せてやるですもん。ナイスも。アンカーショット。一生のチャンスよ。私に任せなさい。目に物を見せてやる。だよね。いいね。このイタちょうどアートコースト、ナイセントレーション。ダブルスピンエッジ、アンカーショット。どうだ、このまま私のことに行くですもん。絆の力見せてやろう。チャンスよ。ローリングスプラッシュ、アンカーショット。いい判決めてくれ。お前が何をやったの。ダメージアーマー。
カーショット。アーツヘイスト。ローリングスマッシュ。そのチャンス。目に物を見せてあげる。私の力、味わいなさい。から翼を生やして飛行、最終的には巨大ロボ500個に合体を希望します。到着。ああ、ここだ、ね、何が出るかなと。私の知識によると、よっと、お宝回収。
と。修行の成果だね。スザクだ、よろしく頼む。風は俺の友達さ。これは文献で読んだ古代文明の姿そのものじゃないか。見てくれだけはな。古王国イーラはな、当時はユーディキウムと双璧をなす文明国家やったんや。生物に関する技術の粋を極めたのがユーディキウムなら、機械技術の粋を極めたのがイーラ。その知恵を受け継いだのがこのルクスリアっちゅうわけや。人が生きている限り文化文明は受け継がれる。命の継承ならぬ知の継承ですね。ピャッコ、いいこと言うね。恐縮です。そうとも言えへんで。ん？見たらわかるわ。風は俺の友達さ。お宝回収。さて、一日の始まりだ。ほーら、シャキッとしなさいよ。活気のある市場じゃない。闇市や。闇市？寒冷なルクスリアではな、地産の作物はほとんど出回らん。見てみ、普通の店はみんな閉まっとるやろ。ほんとだ、人が誰もいない。せやからああやって裏で仕入れた高
他国産の作物をべらぼうな値段で売っとる。飢餓にならへんのやったらそんでええ言うてな。行政も見て見ぬふりや。つまりは生産活動の多くがただ生きることに費やされ、国力は衰退していく。その通りや。これだけの古代文明の支えがあっても不可能なことはあるのだな。古代文明言うと聞こえはええけどな、観光客のおらんただのでっかい博物館や。飯の足しにもならんわ。しっかりとリーダーを支えよう。楽しい楽しい遠足だね。安心して、喋ってばかりじゃなくて受けも動かすんだ。世に命令はさせん。無事に帰ってこれるよう祈っててね。承知した。舞台名はフライングマーフォークとしようか。準備はいいか。よろしく頼んだブー。稼いでやろう。入るぜ。任せろ。了解だ。仰せつかった、仰せつかった。はい、了解っす。オレンジペコを結成じゃ。皆の者、しっかり稼ぐぞ。任務を完璧にこなしてやるとするかな。よろしく頼んだも。不本意だがやむなし。はいはい、了解。必ずや任務を全うしてみせます。はいはい、任せとけ。天野坂鉾、これが舞台名だ。行ってくるぞ。頑張れよ。強くなった気がする。また強くなっちゃった。もっともっと強くなるも。もっと強くならねばな。ふん、俺の強さは天井知らずや。
私の力存分にお使いください。いただき、開け花ですもん。
何が出るかなっと。ほんの少しだけ僕に力を貸して。暴れるぜ。俺の力を使いな。私の力、存分にお使いください。頑張りますもん。たっ、よっと。役立ってみせよう。準備は万全だ。みんなよろしくね。また一緒によろしくね。ご期待に添えるよう頑張ります。私の力で。私の力で。よろしく。
役立ってみせよう。暴れるぜ。私の力で。そうですね。お任せお任せ。僕の知識一緒になれたわね。最大限生かしてほしいな。待ってたよ。私の力存分にお使いください。楽しみやね。そうですね。お宝回収。
いただき。いただき。心を落ち着けて。到着。お待ちしておりました、殿下。おお、久しぶりやな。親父は中か。はい、殿下の帰国を心待ちにしておいでです。アホ、そんなことあるか。もしほんまやったら天地がひっくり返っとるわ。気遣いは無用やで。恐れ入ります。どうやらこっちの状況は伝わっとるようやな。話早いわ。これはどうされました？いや、トラ、え、なんでだも？確かに花は自分でエーテルエネルギーを作り出せるけども。すまん、今は言う通りにしてもらえると助かる。わかったも、トラに任せろも。天の聖杯か。お嬢様。ま、ちょっとなんだよこれ。カメちゃん、知らん。なんじゃお前ら。親父、
ホムラ、離せ。ホムラ、ホムラ。待てよ親父、どないしたんや。レックスたちが何したって言うんや。何かが起こってからでは遅いのだ、ジークよ。世界を焼かせるわけにはいかぬ。天の聖杯には消えてもらおう。冗談じゃない。リャッコ、レックスを助けるよ。はい。エーテルエネルギーが。無益な抵抗はやめよう。我が目的はあくまでも天の聖杯の消滅。そなたたちの命まで取ろうとは思わん。ゼーリッヒ陛下、私はスペルビア皇帝の命を受け、特使としての立場でここにいる。それをご承知の上でか。承知している。そして覚悟もしているよ。覚悟だと。なんでや、なんでホムラを消さなならん。言葉遣いは相変わらずだな。今は関係あらへんやろ。はぐらかすな。義は我が側にあると言ったら。どういう意味や。アルスト世界のためと言い換えてもよい。何やて。ついてこい。これが我が王家の歴史だ。そんなアホな。なんで、なんでや親父。やはりエーテルエネルギーが遮断されているようです。くそー、こんなことしている間にホムラが。なんとかならないのかよ。無駄じゃ、レックス。体力を消耗するだけじゃぞ。壁も床もかなり分厚く作られているようですね。全く歯が立ちません。少し落ち着こう、レックス。落ち着いて考えればきっとどこかに突破口が。ってちょっとそこ、少しは協力しなさいよ。無駄なあがきだな。この建物全体が捕縛ネットと同様の結界構造になっている。捕縛ネットってトリゴであんたらが使ったあの網のこと。ドライバーとブレードを一箇所に閉じ込め、なおかつ武器も残している。絶対の自信があるんだろう。ヨシンバ、時間をかけて突破されたとしても、それまでの間に処理してしまえる算段なのかもしれん。処理って、ならなおのこと、あんたたちの力も合わせて。無駄だと言っている。うん。ただのゴリ押しならばという意味だ。うん。すらん、王子。ムカつくな。え、なんて。ムカつく言うとるんや。何が世界のためや。方便にも程があるわ。ほんなら。方便に方便を重ねて鎖でがんじがらめになったんが今のわいらや。ボンならその鎖
断ち切れるかもしれん。あの子が？賭けんのはいいやか。ええよ、王子がそう言うんならうちも乗っかるわ。ボンは純粋や。純粋すぎて危うい時もある。それを助けてやるんが大人の務めっちゅうもんやろ。せやな、うち王子のそういうとこ好きやわ。苦労かけんな。今さら何言うてんの。苦労なんてかけられっぱなしやわ。ほな行くで。よし、これでいい。準備完了だもん。何のこと、トラ。もうふふーん、ドライバーもブレードもエーテルエネルギーを使ってアーツを撃つも。何を今更なこと言ってんのさ、常識だろ。でも今は使えないもん。はあ、この部屋のおかげでね。もうふふーん、兄貴たちは大事なことを忘れてるもん。なんだよ、もったいぶらずに教えなよ。花は人工ブレードだってこと忘れてないかも。忘れるわけないだろ、目覚めた時から一緒にいるんだから。あ、そうか、エーテルロか。その通りですも。姉様のおかげで今の花は自分でエーテルエネルギーを作り出せますも。結界とか関係ないんですも。メレフの剣のクリスタルを花のカムカムに移植したもん。クリスタルにはアーツ一発分のエネルギーが貯めてあるもん。花のカムカムの属性は血、メレフの火属性との相乗効果で威力は倍増するんだもん。直撃させればおそらくそこの扉も吹き飛ばせるだろう。待ちなよ、エネルギーを貯めてあるってこの結界の中で一体どうやって。そういえばメレフ様はここに来てから一度もアーツを撃たれていません。え、王宮に入った時から様子がおかしかったからな。トラにもアーツは使わないように耳打ちをしておいた。もふふー、なるほどな。花が結界中でも力を行使できると分かればより警戒されてしまう。そういうことだ。やるぞ、離れていろ。待って、剣からクリスタルを移植したらメレフの武器は。改めてカグツチのコアから発生させる。ん、ひょっとして知らなかったのか。え、あんたブレイドの武器の仕組み知らなかったの、マジで。そんなの知るわけないだろ。なくしたことも壊したこともなかったんだからさ。それなら無理もないわね。まあそういうことだ。トラ、ハナ、頼む。任せてくれも。行きますもん。ジェットカムカム。これはまた派手にやらかしたな。あっという間に衛兵が飛んでくるぞ。急ごう。ホムラ様は下に降りていきました。おそらくは王宮地下のいずこかに。わかった。お、俺の出番か。
開け花ですもん。いいよ、相手になってやる。ワイルドスピン、コンセントレーション。いざ、私にやらせて。敵のハナの戦略見せてやるですもん。絆が集まって、心強いね。敵の属性が変化したようじゃの。お嬢様は私がお守りいたします。ハナ、ワイルドスピン、いけない。ストロング、ほー、決めてくれ。この私が。シャオヌクロージャ。いいね。せっかく解放したろう思ってきたのに、もう逃げとったんかい。気が短いのさ。それよりいいのかい、こんなことして。もともと宝刀息子や。かまへんかまへん。ホムラ、こっちや、ついてき。おったかんだ、おったかんだ。ちゃちゃっと終わらせるよ。こんなやつ、ドルーベキハケラウトヒリーズ。まずは打ち付けを任せとけって。アーティエントレーション。いいね。いや、痛いよ。ありがとうだもん。来ない。
みんなの役に立たんとね。こっちの力も活用しないとね。
見つかっちゃったか。あっ、助けて。ギュッ、穴の中にデボマー。うわー、アクセス。もう、ナイス。なら、いけまーす。生きるの癖が風に引っかかる。こんな。やらせる。行かせる。ナイス。オーケー、今やってろ。今なら押せたもん。負けはしません。こしゃぐれろ。敵を追加するのに今やってるのに到着。で、大丈夫か？平気、かすり傷さ。せやけどボン、いっつも傷だらけやな。ホムラに命を半分もらって楽園に行くって決めてから毎日こんな感じさ。でも嬉しいんだ。ドライバーとブレイドの証っていうか二人の絆みたいな気がしてさ。そっちがその気ならやってやるよ。くれろご主人、敵、俺にやらせて。ならば、ソライちゃんはそう言われていたもん。そいつを待ってた。もうやっちゃって。敵の属性が風に変化しときゃ。氷の刃で息の根を止める。音だもん。効かない。効かないもん。いいじゃん。崩れろ。これは好機やね。ならば、ワイルドスピード。お嬢様は私がお守りいたします。そっちがその気ならやってやるよ。もう効かないもん。ルフィ、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 負けはしません。ワイルドスピード属性が負けはしません。力を見せる時です。そんな気をつけるから。私たちこの日アイスピードも好きです。これは勝てるんだ。ならばだって負けたもん。ならばやっぱりすごい。さすがです。俺にやらせて。ラウンドヒーリング。オーケー、ならば任せるだ。ここだ。完璧だ。私たち、息ぴったりだね。私の攻撃は、ミスの属性が風に変化したのだ。花、ミスの属性が風に変化したのだよね。なんつうかこう、スカッとしたよね。みんなすごいよ。おったかんだ、おったかんだ。
投げるのが上手くなりました。高速柱のようね。前を見て。エーテル加速器、古王国イーラで同じものを見たことがある。どうやら私たちを跡形もなく消す気ね。どうする？出力を絞って目一杯収束させればここを狙い撃ちにもできるけど。ここの人たちが本当にイーラの人たちの末裔なら、私には伝えなければならないことがある。そう、なら任せる。ありがとう、ひかりちゃん。来たわ。すまぬな、天の聖杯。そなたに直接の恨みはない。だが世界のためだ。この場で消滅してくれ。それがあなたの望みですか、ゼーリヒオ。それはそなたの望みでもあったはずだ。英雄アデルと共に歴史から姿を消したあの日から。始めろ。エーテル加速器。なんだいそれ。大昔に作られた玄武のエーテルエネルギーを利用した兵器や。ちゃんと修復されとったとはな。親父のやつ、あれでホムラを消し去る気や。あんなもん使ったらどんなブレードかて再生できへんで。そんなことさせるもんか。了解ですもん、ご主人。
外れた。やってアレクセ、あいつら止めたよ。ホムラ、500年だ。500年の間、我がルクスリアはサンクトスチェインを秘匿してきた。なぜかわかるか？聖杯大戦で古王国イーラは滅亡し、国の英雄アデルも帰っては来なかった。古王国イーラはあくまで英雄アデルを中心にまとまっていた国だった。だが父祖たちはそうではなかった。わいらが英雄アデルの血脈やないやと？そうだ。我が王家はイーラにあっては亡流、戦後の混乱に乗じて今の地位を得たに過ぎぬ。それやったらただの三奪者やないか。そういう時代だったのだ。そうまでしても国を存続させねばならなかったのだ。アデルの名前をつこうてでもか？主亡き後のイーラでは多くの血が流れたという。それをルクスリアとして一つにまとめるには必要なことだったのだ。世界を救った英雄の伝説は人心に深く根付いている。それを市政に利用したというわけか。それでも世界を二度と焼かせないという思いは本物だったのだ。何綺麗事言うとんねん。早い話がうまいこと権力の座に収まっただけやろ。ムカつくわ。歴史とはそういうものだ。我がスペルビアだっていつそうなるか。ああ、軽々に攻めることはできんな。アデルって人は本当に帰ってこなかったの？記録では天の聖杯を封印した後に行方知れずとなっている。おそらくは帰国の途中、いずこかで命を落としたのであろう。行方知れずではありません。何と言った？天の聖杯。彼はアデルは全て予見していました。国が滅んだ後、人々がどうなるかを。でもあえて戻らなかった。アデルの意志でそうしたと？なぜだ？我が行員たちよ、私はアデルホルド。私は今日ここに天の聖杯を封印する。しかしそれは永劫のものではない。いつの日にか我々人が天の聖杯にふさわしい存在となれた時のため、彼女を後世に託そうと思う。彼女は希望だ。人がより良き存在として生きることができた時、彼女はきっと答えてくれるだろう。その日が来ることを信じて、我が願いとともに。彼は後の世のさまざまな混乱を予見していました。その上で彼は迷う私に言ったんです。これは試練だと。私が眠ることも試練？そう、これは我々人間が越えなければならない試練だ。でなければ
君たちと共に歩む資格はない。歩む資格？どういう意図から出た言葉なのか私には分かりません。単に人間とブレイドとの共存を指したのか、それとも…でもそれは覚悟だったと思います。人が生き残るための。陛下。何事か。玄武が我々の制御を外れ雲海へと沈み始めました。何、まことか。サイガ。あかん。何が起こっているのです。まさかさっきので。どういうこと。玄武の制御にはサンクトスチェーンが使われとるんや。さっきエーテル加速器使うたやろ。多分玄武に流れているエネルギーが逆流して過負荷に耐えられへんかったんや。壊れちゃったってこと。もううちの言葉も届いてへん。このままやとどんどん深く潜ってしもうて。そんでアホが、あないな骨董品使うからや。雲海は密度的には水とほとんど同じなんだ。深く潜ればそれだけ圧力が高くなる。500も潜れば人間なんてぺちゃんこさ。そんな圧力がこの玄武に。深度は今なんぼや。およそ2200メルト。1分につき120メルトの速さで沈んでいってます。外角の限界深度は2万5000が限界かと。ほんなら持って3時間ってとこかいな。カメちゃんのくせに計算早っ。アホ。ほんまにあかんな。ボン、王宮の南塔に耐圧ポッドがある。お前らだけでもそれに乗って逃げや。ジークや町の人たちは。ワイラのことはええから。ええって、そんなことできるわけないだろ。何か方法はないのかよ。みんなが助かる方法は。玄武のコントロールはサイカしかできひん。そのサイカが無理ならあかんやろな。あとはできるだけ多くの人間を脱出させたいところやが、3時間しかあらへんしな。この玄武の制御はサンクトスチェインによって行われていたんですよね。ああ、そうや。その場所は玄武の頭の中。王宮の南から石柱を通って渡った先。私が行きます。行くって。ホムラ、お前。サンクトスチェインは元はといえばサーペントの制御コア。そしてサーペントは私のデバイス。断言はできませんが、私になら直せるかもしれない。ホムラ。ホムラちゃん本気なのかも。さっき殺されかかったのに助けるのかも。それはそれ、これはこれってレックスなら言いますよね。おう、そうだな。だからです。ホムラちゃん、わかった。もそういうことならトラもハナも手を貸すも。仕方ないね、ビャッコ。元よりそのつもりです。そういうことだから邪魔すんじゃないよ。いいね。そなたたちは命を張るというのか。天の聖杯を抹殺せんとしたこのルクスリアのために。国のためなんかじゃない。
では何のために？王様なんだろ？なら言わなくたってわかるよね。レックス、そなたは？メレフ。仕方ないな。ジーク、サンクトステインのある場所詳しく教えて。おう、ついてこい、案内したるわ。ジーク。親父、万が一に備えて住民の避難を。まあわいらが行くんや、万が一なんて起こらへん思うけどな。承知した。時間があらへん、急ぐで。なあ、私の力存分にお使いください。見つけた。やりましたね。炎よ、お願い。俺がいないとね。ご期待に添えるよう頑張ります。炎よ、お願い。お宝回収。いただき。私の力、待ってたよ。存分にお使いください。楽しみやね。
何が出るかなっと。私の知識によると、どれどれ、私の知識によると、俺たちの力見せてやろう。ローリングスマッシュ、アンカーショット、なかなか人気的だもん。心強いね。見せてあげるわ。何を俺に見せてあげる。どうだ、ダブルスピンエッジ、アンカーショット、聞かない、花ローリングスマッシュ、目を見せてあげる。やっぱりや、花ありがとう、覚悟しなさい。やっこ、いいね、主人が守れてしまう。アンカーショット、にはいきません。あー、今回復しましょう。花ですもん、はい、コンセントアンカーショット、ローダブルスピンエッジ、私に任せなさ。ここが因果の果てよ。トラがやってやったもん。ジャガー、いいね、ブラッツ、今です、回復しましょう。兄ちゃん、アンカーション、俺たちの力見せて、見せてくれ、見せてあげる。頑張りますよ。いいね、このぐらい、ダブルスピンエッジ、いいね、花盛りや、レックス、何者に見せてあげる、勝った、フォトーダメージ、花最近の敵で勝ったことはないよ。オッケー、水よ、我が意志に従え。言った通りできたじゃん。アンカーショット、デスダブルスピンエッジ、ローリングスマッシュ、いいね、だね、あっ、コンセントレーション、肉張り、いけるよ、花、花のものだって、いつも行けたよ、決めてくれ、ウォルテンベルフラッシュ、この主人を追いかける、これは僕のようなサポートだもん。パワースパイク、ぐるぐる、ワイルドスピン、氷の刃で息の根を止める、パワースパイク、敵をワールドスピン、どうだ、決めてくれ、ドルフィンセーブ、すごい、このような下船な獣の目に見えるしっかり、私が来たからにバラバラ、ローリングスマッシュ、アンカーショット、いいね、モフモフなサポートだ、ダブルスピンエッジ、ほら光ちゃん、花盛りや、ここは加減がしない、何かヒーラーに向かっても不足はないですもん。オッケー、アンカーショット、いけます、ダブルスピンエッジ、決めてくれ、炎の力お見せします、準備 OK、 いいね、バラバラミサイル、崩れろ、ご主人、隠れます、敵をしっかり引きつけるですもん、どう、俺たちの力見せてやろう、君がガンダム、ローリングスマッシュ、アンカーショット、敵を沈めろ、そのチャンスよ、ここが見せ場だ、私に任せなさい、一気に片付けちゃう、
何が出るかなっと。さあ、私に気づきなさい。どれどれ。草花は心を癒してくれますね。何が出るかなっと。少しだけ僕に力を貸して。いかがでしょうか。役立ってみせよう。いかがでしょうか。お宝回収。どれどれ。俺たちの力見せてやろう。ローリングスマッシュ。アンカーソット敵を放つ。見せてやる。いいね。見せてあげる。燃えてきた。トラもアゲアゲになってきてるもん。い
ハッ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 の力見せてやろう。ローリングスマッシュ、アンカーショット、花の結局見せてやる。そんなチャンスよ、私に任せなさい。オッケー、どうだもん。やっ、今の私のそばに。ローリングスマッシュ、ご主人、超ダブルスピンエッジ。火の属性が火に変化したいやな。いいとこ見せるもん。アンカーショット、ダイブですもん。アンカーショット、痛いもん。ライトニング、ご主人、しっかり踏みつけるですもん。はっ、効かない、効かないもん。敵の弱点つけるよ。オッケー、炎よ、お願い。炎よ、お願い。わしの教え通りにやれば問題はないぞ。見えてる。ちゃんこそ落ちるなよ。ダッダッ、レックス、やれるわ。オッケー、ローリングスマッシュ、アンカーショット、ダッ、死ねてくれ。確実に当てるわ。敵の属性が火に変化したようじゃの。ダッ、バラバラー、ハッキー、ダブルスピンエッジ、いっけー、パニッシュメントエイ、効かないもん。いいね、頼りになる。ローリングスマッシュ、全員を見せてあげる。やっ、花子主人、セサンタボーティングです。私にやらせて。オッケー、やっ、さすがご主人、ダブルスピンエッジ、アンカーソット、頼りになるね。ローリングスマッシュ、やっ、アーツヘイスト、私にやらせて。いいね、ダブルスピンエッジ、火に変化したのかな。ドラがやってやったもん。はっ、ごめん、助けてくれ。やってるわ、勝った。覚悟しなさい。おもろ、いいね、ローリングスマッシュ、シティの出番だもん。タイミングですもん。アンカーショット、いつでもいけるよ。あ、崩れろ。さすがご主人、花、花束だけですよ。私に任せなさい。花、ジェイケー、締めてくれ。パワード使い、私にやらせて。ナイスも。暴れるぜ。やっぱり俺がいないとね。炎よ、お願い。どれどれ、私の力、存分にお使いください。さあ、急ぎましょう。
力を試したいですもん。もっと成長できるみたい。もっと強くなれそうな気がします。成長の余地があるようだ。さらなる深みへ。よろしく。私の幸運をみんなにお分かせできればと思います。僕の知識最大限に生かしてほしいな。やってやる。さっさとやっつけてご飯にするもん。トラお腹ペコペコだもん。レックス、油断するでないぞ。どうだ、いっちゃうこと落ちるのよ。俺たちの力見せてやろう。兄貴よろしく頼む。崩れろ。ごめん、ごめん、集中できない。大丈夫、まだいけるよ。はっ、ローリングスマッシュ、アンカーショット。そんなチャンスよ。目に物見せてあげる。受け止める。ありがとう。よっ、バラバラ。このまま私のそばに行って。ローリングスマッシュ。敵の属性が火に変化したようじゃが、敵の属性が火に変化したようだ。転べろ。すべての速度範囲準備 OK。 ダブルスピンへ。確実に当てるわ。いけー、痛いかも。フォトンエッジ。花ジンベイエモダンダモ起動します。ですもん。この力、いいね。どれどれ。
何が出るかなっと。私の知識によると、到着。ああ、ここだったのね。何が出るかなっと。私の知識によると、いただき。よっと。何が出るかなと。さあ、私に気づきなさい。いただき。ただいま。お疲れさん。どうだ。ご苦労だったな。これからの活躍に期待してくれ。君のおかげでここまで来れた。やった、すげえよ。支援ならお任せを。また一つ強くなれる。
傭兵って悪そうなイメージがありますよね。任せろ。頑張ってくるね。みんな、頑張って。はいはい、必ずや任務を全うしてみせます。コロリン隊結成です。今ならおむすびが食べ放題ですよ。皆さん、おやつは300ゴールドまでですよ。頑張れよ。いざ戦場へ。どれどれ。私の知識によると、どれどれ。草花は心を癒してくれる。さあ、私に気づきなさい。何が出るかなっと。私の知識によると、どれどれ。私の知識によると、いただき氷よ。先手を取られた。崩れろ。ローリングスマッシュ。アンカーショット。やれるか。教えてくれ。諦めるな。いいね。アイデア。イーグルアイ。忍者。やっぱ。ジュースも落とし込んだ。グラグコナだろ。何すんの。諦めろ。今だ。気合入ってるね。アゲア。トラもアゲアゲ。ダブルスピンエッジ。私に任せなさい。諦めてくれ。花聖剣よ。そこはないです。
いいね、諦めろ、もういいね、いや、あ、なんで攻撃が、は、敵をしっかり諦めろ、転がれ、急いでみた、調子が上がってきたよ、こトラもアゲアゲに、バラバラ、お疲れです、だね、さすがもうコンセントレーション、はな、いいじゃん、見せてあげる、ここを崩れろ、諦めろ、イーグルアイ、ダブルスピンエッジ、何かちょっと急いでくれ、何かちょっと、何かちょっと、あんな子はないですもん、ハイデアル、諦めろ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 、では抜かん、転べもゲットアンド、ほらだっていけるも、一層のチャンスよ、これらの試合任せなさい、オラオラ、やっといたいたの、アンゲス、諦めろ、相手に敵を持ち、コンセントレーション、いいね、ダブルスピン、これなら、いたいたの、何すんのさ、一層のチャンスよ、私に任せなさい、オッケー、コンセントレーション、このままじゃ負けてしまうか、お嬢様は私がお守り、心配しすぎだよ、ハイデエル、コンセントレーション、諦めろ、やけた、崩れろ、諦めろ、受け止める、いつでもいけるよ、一層のチャンスよ、諦めろ、私に任せなさい、氷の刃で息の根を止める、今です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 、諦めろ、光だな、これくらだら、いたいただも、トラに任せてくれ、もう鉛や、オッケー、諦めろ、なんで攻撃が、しっかりして、やばい、ダメージは、いつでもいけるよ、なんで攻撃が、トラだ、なんで攻撃が、憎まり、嘘を隠してくれ、僕を守るために、いいね、だから、いざ参る、あんたもはないですもん、心強いね、ヘッドバンサー、ここが見せ場だ、は言わせんぞ、上出来や、これで敵を一網打尽じゃ、戦い以外のことも任せてくれ、コツをつかんだっす、
分かった。頑張ってくるね。別動隊として行動する。はい、はい、別動隊として行動する。全力で任務に当たります。どーんと任せてよ。期待しててね。頑張ってや。どれどれ。私の知識によると、どれどれ。私の知識によると、見つけた。はばかりさん、どうした。何が出るかなと。押したか。あんなお魚。どれどれ。私の知識によると、俺たちの力見せてやろう。君が頑張るとこ。ローリングスマッシュ。アンカーショット。呼ばれよしよ。はっ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 。そんなチャンスよ。もう怖くない。ローリングスマッシュ。アンカーショット。ダブルスピンエッジ。一発に当てるわ。いいね。戦略に負けるわけにはいきません。調子が上がってきたよ。そのチャンスよ。急いでくれ。私に任せて。いい判断。花火行けのってファンタモンや。やんけ。見たい。いいね。ノーリングスマッシュ。俺たちの力。見てやろう。敵をしっかり引きつけるですもん。いい攻撃。はっ。オフ。はっ。ほな、行きましょうか。
どれどれ。任務完了だ。お疲れさん。どれどれ。私の知識によると、何が出るかなっと。私の知識によると、我が力存分に発揮させてもらおう。ご期待に添えるよう頑張ります。やったー、超嬉しい。氷よ。到着。ああ、ここだったの。何が出るかなっと。一緒になれたわね。私の幸運をよろしく。みんなにお分けできればと思います。次はバシッといくよ。
これで完了だな。さて、スイーツでも作りに戻るか。上出来や。やりたいわけじゃないんだけど。起きるの忘れたら忘れて。